桜社提供教えて先生。株式会社桜社提供の教えて先生、東北大学大学院情報科学研究科教授堀田達也先生に聞くギガスクール構想シリーズ第3回目は、 ICT が苦手な先生はどうすれば、どんな効果が期待できるのについて、私猫がお聞きします。ICT が苦手な先生はどうすればいいでしょうか。スマートフォン使えるような先生であれば、このギガスクールの端末はさほど問題はないです。形が違うだけでやること大体一緒です。どんな先生でもおそらくしばらくすると子どもにどうせ抜かれます。で、操作はもう子どもの方が圧倒的に上手になると思うんですけど、先生を教えなきゃいけないのは操作ではなくて、操作はアプリが変わってバージョンアップすれば変わっていきますから、それはそんな大した問題じゃない。で、問題はどのチャンネルでどの番組を見るかっていうことが私たちにとって重要であるように、どのサービスを使ってどんな学習活動をさせるか、そのために子どもたちが食いつくような学習課題をどういうふうに設定すればいいか、子どもたちをどういうふうに組み合わせればディスカッションが白熱するか、そういう授業の組み立て方の話に最終的には戻ってきますので、だから先生たちあんまり恐れることはない。自分が操作まで全部教えなきゃいけないって思う必要はない。むしろこういうことをやりたいんだけど、どうやって操作すればいいかは君たちわかるでしょっていうふうに進めていっても僕は大丈夫だと思います。どんな効果が期待できるのでしょうか。例えば今日は織田信長の勉強しますと言われた時に、普通大人だったらとりあえず織田信長ググると思うんですよね。もう学校だと先生が織田信長のこと話すの待つんですね。あとはせいぜい教科書、つまり情報のリソースがもう先生と教科書しかないわけです、最初から。でも世の中はそうなってなくて、むしろググったらいろんなものが出てくるし、そのいろんなもののどれが自分の今知りたいことに役立つだろうっていうことを見極めるところから始まるわけですね。そしていくつかの情報を取り寄せて見てみると、大体こういうことかなってことが分かったり、これ難しすぎるとか、これは細かすぎるとか、これはちょっと大雑把すぎるとか、自分の知りたいことに合わせた情報を選び取る能力が重要になるわけですね。そして集めた情報をもとに、僕はこの辺が大事だと思う、私はこっちが大事だと思うみたいなことを付き合わせていって、だんだん織田信長なる人のやったことや価値やそういうことを議論していくことになるわけですね。つまり子どもたちが自分で情報を集め、情報を揃え、それの違いを比べて学んでいく様を先生は少し離れてプロデュースしたりファシリテートしたりする、そういう授業の作り方になると思いますし、45分や50分の授業の後半には先生がポイントを整理してやったり、大事なところを先生から押さえてみたりするようなことで、子どもたちのちょっと発散しがちな学びがこうぐっとこうまとまっていくような、だから教師の役割も多少変わると思いますし、子どもたち自身も自らこう情報を取り寄せながら学ぶ楽しさみたいなことが分かってくると思います。理科とかだと実験の結果をどんどん記録していくと、自分の班だけじゃなくて他の班の様子も全部クラウドで共有されたりするので、これうちの班だけなんかおかしいデータなんじゃないのってよく心配することあるんだけど、そういうのもそのまま可視化されて、本当におかしかったらやり直せばいいってことを早めにできるようになるので、授業時間内にむしろ終わるようになります。国語で言えばいろんな読み物と、その読み物を読んだ人のいろんな読語の感想っていうか書評とか、そういうものも一緒に読めるので、自分の感じた感じ方がどうだったかっていうことを相対化して、いくようなことが、できますし、説明文で言えば大事なところに線を引くんだけど、自分が線を引いたところと他の人が線を引いたところがどのぐらい同じで、どのぐらい違い、でなぜそこに自分は引いたのか、その人はなぜそっちに引いたのかみたいなことから議論が始まると。
いう意味で頭の中でやってたことがノートに書かれる、これ可視化ですけど、そのノートはみんなにはなかなか見てもらえなかったのが、端末に書くことによってクラウドで可視化され、そこからそれってどういうことなのっていう議論が自然と起こってくるっていうのが新しいタイプの授業だと思います。堀田先生ありがとうございました。学校アップデートギガスクール初めて日記は作田社より好評発売中。ギガスクールのこと、 ICT のこと、もっと詳しく知りたいあなた必読です。ところで私、名前がまだありません。私の名前大募集です。それでは教えて先生、また次回。教えて先生、元気楽しい桜社。